まずこっち、ここ、わための家、わための家なんですけど、見て見て、お、なんだおい、違うところ貼られてる。なんかスバルちゃんの家、ま、部屋にね、ちょっとドクロ貼ったことがあるんだけど、それとは違うドクロがあるぞ。別バージョンのドクロある。仙人の施し仙人がやったのかこれ。雲湧いてるってやだ。家に雲で、これ何、これ何、お前もこうなるぞってこと。怖っ、なんか血が滴ってるもん、ここに。ほら、失礼させていただいて。どこに貼ろうかな。まあ、とりあえず目覚めの一枚ということで、ここには貼るでしょう。は、何、ちょっとおしゃれになってもうてますね。いや、もっとなんか、もっとなんかやばい。なんかおしゃれなんだけど、わための家に貼ると。なんでこんなおしゃれなの、なんでこんなおしゃれなんだよ、マジで。おかしいだろ。え、なんか、なんでこんなおしゃれ。まあ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 。こことかクソ腹立つと思うで。だってめっちゃなんかさ、めっちゃ取りにくいもん、ちょっと。え、あ、これ返却されたの。え、嘘、じゃあもうあの家の中にあった絵がないの。え、え、あの、え、家の中の絵画もないの？全部剥がされちゃったの？マジかよ。で、ここに貼ってくれたんだ。え、でもさ、せっかく貼ってくれたから剥がせないよ。これ何？これ何？もう何の絵かもわからないけど。はあ、なるほどね。あ、え、ダサくないこれ。え、ダサくない。なんか逆にさ、なんかその、ちょっとなんかさ、なんか、目には目をとか言ってるからさ、ちょ、マジでダサいよな、これ。ちょ、ダサいよな。一行目だけにしよう。真ん中に悔い改めようって書いておくわ。あぶねえ。これパリンとか言ったら。悔い改めよ。クロス。おい、悔い改めよ。何これ、何これ、コントローラーの十字キーみたいな。悔い改めよ。くそー。でもさ、これまあやるということは、やられる覚悟があるということだよね。フスバル式仕返し、あ、十字かこれ。ってことは、まっすぐ逆をしてもいいということなのかな。ガラス叩かないように。はい、いや、ガラスって怖いよね。パリンって割れちゃったらと思うと怖いね。あ、スマちゃんも言ってた、ガラス同じこと言ってた。あ、わための家のことかな、もしかして。あ、ガラス張りだからな。確かに怖いよね。壊しちゃったらと思うとね。え、そんな思いをしてまでやってくれたの？やっぱあの絵画残しとこう。あ、寝るって、休み。ガラス割ったら土下座しなきゃって言ってた。あら、全然いいのに。壊れてもまた直しちゃいい。全然ええのに。あ、水入ったらスバちゃんで直せないって言ってた。全然いいよ。わためのファンに怒られるって言いながら。え、怒るかな、どうだろう。なんかそんな、わざとだったらあれだけどね。事故だったら全然大丈夫だと思うけどね。わためがなんとかするよ。しょうがないことよ。いい、あ、トラウマがあるの、スバちゃん。わたみとに土下座。わたみには土下座せんのかいって。この時、スバルは祈っているのであった。頼む、ガラスよ、割れないでくれ。
ここで割ったらもうスバルは全てが終わる、そう思っているのであった。ここで割れたらもうスバルはワタメイトにもう土下座し床を舐めながら謝るしかない、そう思っているのであった。ワタメに焦んのかい。あ、そうなんだ。あ、家が焼けちゃったことあるんだ。あららら、らワタメが怒らないこと怒ったりしないよ、ワタメイトは。あ、全然大丈夫よ、また作れるしね。お父さんに電話してた。え、どうしよう。あ、でもなんか見たことあるかも、切り抜きかなんかで見たことあるかも。なんかちゃんと謝りなさいみたいな、しっかり謝りなさい、なんか見たことあるかも。あ、ペンギンあったな、なんかペンギンあったね。そういえばペンギンの家、部屋、なんか行ったことあるわ、そこ、ペンギンのとこ。スバちゃん珍しいくらい純粋だからね。いや本当にね、優しいんですよ、とっても優しい。どうなるかな、楽しみだな。ふう、のためのスギャクはスバ友にも絶賛されてるから安心して。そうなの、なんか怒られてないならよかったよ。ふう、じゃあ脇つぶししといてあげよう。みんなスギャクを求めているんだ、楽しみ。でこれ見て喜んでいただくと、楽しみ。あれ、もしかしてワタメっていいやつ、めっちゃいいやつ。アズカバン送ってやるよって言ってたけど、あれ、もしかして計画通り。これでまた次回の、え、ワタメなんて可愛いもんだって結論になってたの。え、そうなの、なんか一番いっちゃんムカつくって言ってたけど、もうこれのせいで、もうさ、ワタメのこのさ、なんかさ、これワタメでしょ、これ、アジマル展望台とか言うの、これどうせワタメでしょ。正解、振り返ればやつがいる。腹立つわマジで腹立つわ、もうなんかいっちゃ腹立つ、こういうのがほんまに嬉しいね。え、コンスターのとこに丸石届けたのにも反応してたの、押し売りのやつ見なきゃ、そこまだ見てないや。あ、死なないから可愛いって、確かにね、確かにね、そう、ロスとかしないからねなんだろう、こう悲しい思いをするようないたずらしたくないから、 LINE 守ってLINE 守ってっからね、死んじゃうと悲しい気持ちになっちゃう。まあこれワタメ、ワタメ的ポリシーというか、なんかまた楽しみだなって思うような、なんかそんなマイクラがしたい。あ、でも精神的に来るかな、どうだろうなどうだろうな。でもまたワタメがなんかやってるらしい、じゃあマイクラインしてやるかって思ってもらうぐらいがいいな。楽しみだな。完成。原始生活6日目、楽しみにしております。イエーイ。え、まだ見たことない。制作途中じゃないの？あ、まだ配信には載せてない。じゃあやっぱりそれはスバルちゃんの配信で載せてもろってから見ようかな。今日の配信タイトル、いたずら時々おしゃ倉庫に変えた方がいいのでは。確かにね、確かに。でもいたずらって書くとちょっと見たくなったりとかさ、なんかちょっと迷惑かけちゃうかなと思ってさ、今いたずらされてるよとかさ、あんまりデカデカと書かなかったんだけど、
時々サムネから隠してこっそりこっそりこっそりやる。今の楽しみは自分の建築物とかやるのプラス素逆、まあ、素逆っていうかスバルちゃんの反応がね楽しみで楽しみで楽しみで、そうワタメのマイクラのモチベにもなってる昨日スバちゃんがねマイクラやってたから、あじゃあじゃあ今日ワタメやろう、何やったんだろう、仙人は一体何をやったんだろう今回のマイクラで、ワク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 。素逆3時間トイレ30分恐ろしいな。しかもさテンションの差がまたねやっぱ素逆の時一番生き生きしてるんだな。この作るのも楽しいんだけど、やっぱ素逆何なんだろう、素逆のこの力は、この湧いてくる気持ち、ウキウキのこの気持ちは何なんだろう、恐ろしい。あ、人の反応が好きな、あ確かにそれはあるかもね。なんか自分がやったこととかみんなが喜んでくれたりとかしたら嬉しいもんな、楽しんでくれたり。確かにみんなの反応とか好きなのかも。あ、そんないっぱい見てくれてんの、平日の深夜にワタメの素逆を見守っていますありがとうございます。そんなたくさんの方に見守られながらやる素逆たまんねたまんね。いやー、スバちゃんなんだろうね、リアクションが大きいからなのかな。でもなんかワードセンスとかもやっぱすごいんだよな、ウキウキしちゃう。いけない趣味を知ってしまった、どうしよう、もう戻れないよ。そうリアクションが良すぎるの、そうツッコミが冴えてるからね。そうああいう風になんかリアクションできるようになりたいよ。ほどほどにしないと、スバルの小屋でね、どうなんかわからん、ほんとだよ。今スケジュール調整をしてるけどなかなかスケジュール合わないんだがスバルちゃんとなかなかスケジュール合わないんだが、まあ本当にね、スバルの小屋の話があった当初こんなことになるとは思わなかった。いや、ワタメも思わなかったよどうしてこんなことになったのか誰もわからないのである。